あれだったでしょ、昔この辺って多分サーモンがうじゃうじゃしてましたよね。今でもいますよ。今でもね、今の子に大勢いるし、駅から降りてこいって言いたくなりますね、車じゃなくて。だからあれ、喫茶店が多いなって僕京都だってそう思ったんですけど、あれって多分サーファーさんが多いからですよね。なんか昭和喫茶店が何軒かあったからちょっとね、ちょっと感動した。昔は良かったみたいですけどね。良かったみたいになっちゃうんですか。ごめんなさい、今虫がいないから言っちゃった。でも僕ね、このね、色のアンケートすごい好きなんですよ。だからちょっと昭和みたいな感じで、昭和ね、なんか今こういうアンケートのある商店が意外とないんですよね。しかもあのなんか美容院がなんかでかい時計がありますよね。あれとかね、あと何、国緯130何度でしたっけ、なんかありましたよ、ね、うわ、ありましたね、ここにね、うん、ちょうどそうなんだよね。ここはね、あの130、国緯35、135、5だか4だか6じゃないですね、6階で別のとこ出ちゃうんですよ。道路のあれと一緒ね。そう、だから、ふーちゃんそう知ってました、なんか記念碑があるんですよね。そう、そう、あの、ここはちょうどその地形的にそういう場所で。そう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 。ってことでね、あの、1曲ね、やりたかった曲ができなかったのが残念ですが、まあ、なぜかバスの曲をまた1曲、あ、いいね、思い出のバス通りという、バスの運転手さんとお客さんのいけない歌という、ね、どこ行ったかこればっかやってるんです、最近。だから笑ってはいけません、私やろう真剣なんですから。この歌はね、あのボイスピリアとまたね、あのアナウンサーがまたねちょっと反応しちゃうんですよね。あれ配信ライブで言っちゃいけないか、あのアナウンサーですということで A です、これと。じゃあいきます、思い出のバス通りです。
ょっとシュールな曲もいいでしょ。いいですね。こんなのバスの運転手が絶対作らないけど、作るやつもいないですよね。あのみずみずあのちょっとヤバそうな感じになってますよね。あのちょっと前だったらこれもさ、ちょっと昭和の青春だったんですが、今じゃコンプライアンスですからね、これ。いや、あの語り方すると出ますよね。あのお客さんをナンパしてはいけない、当たり前の形で。やつだもんな、若い子な。ダメだ、ダメだ、言えないですか。俺知ってるぞ、ダメだ、生放送ですから、これ。はい、なんて言えないですか。あのいろんなことありましたよ、確かに。あったよね。いろんなことありましたけど、あのはいとは言えないですか。三島の時でもいい。もう余計なこと言わないでください。具体的に。あの、運転手聞いちゃうんで、私。ってことで。